動が入ってこない。タランスタランスタランみたいになってるからちゃんとだもんね。行くね。いいね、攻めますね。はい、というわけで本日もやってまいりました音楽実験室の時間でございます。はい、どうもアニフロックスミキです。ベースボーカル尾形です。よろしくお願いします。いろんな実験やっていきましょう。はい、戦々恐々としていると思います。はい、どんな無茶ぶりが来るのかと。はい、今日は何ですか。今日は SNS でバズった音楽系のネタにハモリをつけて遊んでみようでいきたいと思います。はい、どうも。よろしくお願いします。はい、どうも。はい、はい、でまず星野源さんのうちで踊ろう、はい、2つ目、はい、ガチタンバリン奏者のお邪魔状ドレミのあのバズったやつ、それ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 です。あれにアプローチしてもらおう。アプローチして今日それがアプローチしてもらおう。そうそうですね。まあ、なんでお邪魔状ドレミのあの歌を歌うってことになるんですかね。そういうことですね。うんうん、なるほど、やっていきたいと思います。はい、よろしく。では、その手元にパソコンがございまして、はい、そのパソコンと、スピーカーがつながっておりますので、はい、おげんさんですかね。おげんから言いましょう。はい、で歌おう悲しみの向こう全ての歌で手をつなごう生きてまた会おう僕らそれぞれの場所で重なり合いそうだ。良い普通にいいけど良い良い、はい、はいはいはい。これじゃあどうしようかな。尾形はもうでもハモリがついてるもんね。変な話、俺もハモってみるじゃん。上にも下にもみたいな。上下つく感じですか。上下つく、まあなんかその分かんない、どういうラインかちょっと、まあ尾形が歌ったラインが覚えてないから、ひょっとしたらその挟む感じになるか、あ、まあ、別のハモリがつくか。サンドイッチかっこよさそうですね。ああとか、うんうん、ちょっと練習してみましょうか。はい、どうぞ。ほい。たまに重なり合うような僕ら、できるんじゃないか。お、もうだ早そう。同時にじゃあやってみましょうか。うん、大丈夫。行きます。ほい。たまに重なり合うような僕ら、扉閉じれば明日が生まれるなら遊ぼう一緒に、うちで踊ろう一人踊ろう、変わらぬことを弾ませろよ生きて踊ろう、僕らそれぞれの場所で重なり合うよ、うちで歌おう悲しみの向こう全ての歌で手をつなごう生きてまた会おう、僕らそれぞれの場所で重なり合えそうだ。こんな感じでどうだ。何バージョンになるんですかこれは。これはちょっとよくわからないバージョン。よくわからんの。上に行ったり下に行ったり一緒に歌ったりアーニーバージョンっていうことで。そうですね、いい、はい、いいんです。これ画像を送っといた。これ画像じゃない。寺子にじゃあこの画像をちょっとこんなイメージでっていうんだ。これ見ながら確かに聞いたらおもろいかもしれない。次はちょっとじゃあお邪魔状ですか。お邪魔女のね、お邪魔女、ね、ドレミさんですよ。女女待て待て待て、情報が入ってこない。待て待て待て、タランスタランスタランみ
たいになってるからちょっと仕込みすべて持っていかれるまだ関門ありますよ。ワン・ツー・スリーシーのとこもありますし、そうね、そうそう、ワン・ツー・スリーシーハモりたいよね。あーもうありますから、あーもうハモりたいね。あーもうハモったらそれ面白いね。それめっちゃおもろいですね。ハモりたいよね。綺麗すぎるな、もっとなんか声に変わってる、ね、上の方がいい。はいはいはい、意外とこのタンバリンの人がキー高いところにいるよね。シャウトだもんね、なんかね、思いっきり単調高ぶって。サイなんてね、飛んで走ってます、サイ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 。行くね、いいね、攻めますね。そんな感じですね。なるほど。やってみようか。はい。やってみる、本当にやってみる感じだけど。ガチでいきましょう。本当にやってみる感じだけどね。ドッキリドッキリガンガン、知らず手が空いたらどうしよう、どうする、びっくりびっくりビンビン、何でかかっても素敵でいい場所、いいよね、君と毎日か日曜日、ヤオコモの中に遊園地、やの宿題は全部ゴミ箱に捨てちゃえ、教科書に おげんさんと、はい、おいしさん、はい、歌をつけてみたというか、つけてみたというか、まあ、片っぽお邪魔女歌ってみたぐらいですよね。そうね、はい、そうね、いやまあでもなんかそのセッションしてる感じがすごいあったね。はい、だから縁がつながり、何か面白いコラボができるといいですね。そうだね、まあ、でもうちのオリジナル曲とかもなんかたまに入れてみてほしいなと思ったりもしますけどね。あ、なるほどね、うん、なるほど。バタフライとかいいんじゃない。あ、バタフライ良さそう。あ、なるほど、うん、ちょっと楽しげな曲だからね。大井さんと一緒に公園でなんかはしゃいだりとかしたら、あ、映像も撮る、映像も撮る、まあまあでもそうだよね、 YouTube に上げるんだったら映像も撮らないとか。そうだね、そういうのとかもありかもですね。そうですね、はい、はい、動画を最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録なんかもしてやっていただくと、我々の新しい動画の更新が届くよ。よければ MV だったりとか他の歌ってみた動画なんかも見てみてね。
それじゃあまたこのチャンネルでお会いしましょう。アーニーブロックスでした。バイバイ。